J ストリートマイナスメトロテック駅は、ニューヨーク市地下鉄 IND フルトンストリート線と IND カルバー線、BMT4 番外線の乗り換え駅である。ブルックリンクダウンタウンの J ストリートとウィルビー、ストリートの交差点に一し以下の系統が停車する。駅はもともと J ストリート、ボローホール駅とローレンスストリート、マイナスメトロテック駅という別々の駅で、 両駅間の連絡通路などはなかった。2010年のまたの駅改良工事の一環で、両駅を結ぶ連絡通路が開通。それと同時に、ADA に準拠するためエレベーターが設置された。駅への連絡通路駅は地下に3つの木座橋があり、地下1階に IND 改札街地下2階に IND ホーム、地下3階に BMT ホームがある。BMT ホームには、 階段と2機のエスカレーター、エレベーターが IND 改札外から接続しているほか、BMT 側の改札外がある。両駅は1ブロックしか離れていなかったが実に77年間もの間連絡通路などは一切なく一度改札を出る必要があった。1981年、または地下鉄内で老朽化している69駅に当駅の IND 側を挙げた。 しかし2005年には当駅を含む12駅の改装工事が無期限延期された。2007年3月、最終的に駅の改装工事を行うことが決定し、契約が結ばれた。または2005から2009キャピタルプログラムの一環として、長さ175フィートの両駅間連絡通路を建設した。改装工事は1億6450万ドルの費用をかけて行われ、 連絡通路の他にも ADA に準拠するためにエレベーターも設置された。その後2010年12月10日に連絡通路が開通、それに伴い駅名が現在のものへと変更された。この連絡通路は1日あたり3万5000人もの乗客の利便性向上に役立つと予測された。駅には2009年にベンスニードにより制作された。 デパーチャーズアライバルズというアートワークが設置されている。このアートワークは長さ173フィートのガラスモザイクで構成されており、ムクドリ、スズメ、ミノカサゴ、オウム、ハンミョウ、コイなどの動物が描かれている。このアートワークは駅改装工事中に設置された。終日開いている IND と BMT 双方の改札口は中央にあり改札機と切符売り場。 J ストリートとウィルビーストリートの交差点北東への階段と同交差点北西への階段エスカレーター ADA に準拠したエレベーターがある BMT ホームへ接続するウィルビーストリートとブリッジストリートの交差点南東の出入り口2016年撮影他の2カ所の改札口は無人である駅北端には平日のみ開いている回転式改札機と切符売り場 メトロテックセンターへの階段、ニューヨークシティトランジットオーソリティ本社への階段と4機のエスカレーターがある。このエスカレーターは1952年の駅改良工事の際に設置された。これらはアートデコ、アートモダンスタイルでデザインされている。ビルには第二次世界大戦で死亡したニューヨーク市交通局社員の慰霊碑がある。 反対の南側には、回転式改札機と J ストリートとフルトンストリートの交差点北側への二つの階段がある。BMT のみの終日開いている改札口は、駅の西端にあり、回転式改札機と切符売り場、ウィルビーストリートとローレンスストリートの交差点東側への四つの階段がある。階段は、直接、BMT ホームへと接続している。 反対の東端には一部時間帯のみ開いている改札口があり、回転式改札機とウィルビーストリートとブリッジストリートの交差点への階段がある。また、BMT ホームのエスカレーターはこの改札口に接続している。2016年に A はドーブロー高層住宅の一部として新たな出入り口が設置された。これは、ウィルビーストリートとブリッジストリートの交差点南東の 古い階段を置き換える。2016年6月に建設されたこの入り口には階段とエレベーターがある。またはこの住宅に接続する新たな入り口を建設されることを望んでいる。これは高層住宅の開発者がこの入り口の建設費用を全て支払ったためである。なお、こちらの入り口のエレベーターは改札外まででホームには接続していないため ADA に 準拠していない。駅には16の階段と2基のエレベーター、そして上下1セットのエスカレーターがある。以下に示す出入り口のうち背景が緑色のものは終日、背景が赤のものは一部時間帯のみ開いている。IND フルトンストリート線及び IND カルバー線の J ストリートマイナスメトロテック駅は南北線2線ずつ、 K4 線と島式ホーム2面を有した2面4線の対面乗り換え駅で内側2線はフルトンストリート線、外側2線はカルバー線である。IND8 番外線へ乗り入れる列車が内側のフルトンストリート線側を IND6 番外線へ乗り入れる列車が外側のカルバー線側を使用するが駅の北側にある点鉄機を使用することにより 別へ転するることが可能であるただし、このシーサスクロッシングは通常運行時には使用されない。駅の北港ホームには青い柱が、南港ホームには白タイル狩りのコンクリートの柱がある。駅改装前には白タイル狩りのホーム壁面にコバルトブルーの黄泉と黒地に白で J と書かれた印があった。改装後には青の黄泉の幅が広げられ、 さらに黒とヘザーブルーの応戦も追加された。また、青の応戦のタイルも新しいものに張り替えられたが、元のタイルより少し色が暗く、ミッドナイトブルーとなっている。各ホームには、それぞれ6つの階段と1機のエレベーターがあり、改札外へと繋がっている。なお、改札外は、改装前は、駅全体にかかる形であったが、改装後に2つに分断された。 改札外には、北側改札口、中央改札口、南側改札口、BMT への乗り換え通路がある。駅は、ロアーマンハッタンの IND8 番街線チェンバーズ、ストリート駅から南へ3駅延伸した、際の最も南側の駅である。延伸区間の工事は1928年6月に開始された。延伸区間は1933年2月1日に、 開業、それと同時に当駅も J ストリート、ボローホール駅として開業した。なお、開業当初は内側2000のみの2面2000の駅であったが1933年3月20日に IND、カルバー線が開業、外側にカルバー線の2000を追加する形で2面4線の今の形となった。1936年4月9日、 IND6 番外線が西4丁目、ワシントンスクエア駅まで開業、同日に IND フルトンストリート線がロッカウェイアアベニュー駅まで開業した。1969年まで BMT マートルアベニュー線のブリッジ、J ストリート駅と同線サムナーアベニュー駅までの無料送迎バスが運行されていた。また、マートルアベニュー線が部分廃止された際には、 マートルアベニュー戦沿いを走っている B54 バスに乗り継ぎが行われた。現在はメトロカードを利用することにより地下鉄とバスの乗り換えが無料になり通常通り運賃を支払うよりも安く移動することができる。当駅は様々な試験で使用されている。1955年市は乗客の安全のためにホーム端に円形の盛り上がった物体を 試験的に設置した。これは互いに1フィートずつ離れて設置され、長さは5メートルに及ぶものと予測された。北高ホームのものの直径は4インチ、南高ホームのものの直径は3インチであった。1957年に、市はまた試験を行い自動券売機が設置された。1987年9月、またも試験が行われ今回は、改札機が、 プリペイドカードで運賃の支払いが可能な構造に改造された。これは後にメトロカードとして実現した。さらに2005年5月にも試験が行われた。今回は切符売り場を閉鎖。駅員は乗客に対応するため、切符売り場とは別の場所に配置された。この試験は他の7駅でも実施された。BMT4 番外線の J ストリートマイナスメトロテック駅は、 線路2000と島式ホーム1面を有した1面2000の地下駅でホーム壁面は IND 側と違いたルバリではない。改札外には駅の最も東にある2つの改札口がある。また、2ーローレンスストリートと2ブリッジストリートと書かれた改札口の方向を示す看板がある。ホーム上には 以前、ローレンスストリートとウィルビーストリートの交差点に位置する改札口への唯一のアクセスルートであった狭いエスカレーターが設置されていた。ここからは同交差点南東へ出ることができた。モンタギューストリートトンネルとそれに付随する路線の建設が契約された際の計画では当駅は建設する予定はなかった。しかし、1916年にローレンスストリート付近に 駅を建設すべきと提案がなされた。契約内容は1917年7月に変更され、当駅に関する規定が新たに盛り込まれた。その後、建設が始まったが1918年5月18日に建設は中止された。原因は当時勃発した第一次世界大戦により、物資や人員が足りなくなったことと、駅構造の約半分が完成し、 建設の手を止めるのにちょうどきりが良かったことである。モンタギューストリートトンネルと当駅を通過する列車の運行は1920年8月1日に開始されたが当駅は未だに完成しておらず、列車も停車していなかった。この頃路線はモンタギューストリートトンネル線と呼ばれていた。最終的に建設は1922年5月18日に再開され、 残りの地上への階段、改札外、ホームなどが着工された。1924年6月11日に、駅は、ローレンスストリート、マイナスメトロテック駅として開業。ローレンスストリートへの出入り口のみが使用されていたが、後にブリッジストリートへの出入り口も建設された。IND 南行ホーム壁面にある、マネートレイン用のドアかつて、マネートレインは、 ニューヨーク市地下鉄の運賃を支払うのに使用されたトークンを集め 370J ストリートの地下にある金庫室に通じるドアにそれを預けた。この搬入用ホームは1951年に開業し同年に金庫室も完成したがマネートレイン自体の運行が開始されたのは約45年前の1905年であった。このホームは 370J ストリートの地下に 設置された。これは IND と b m t そして IRT の3社の線路が一堂に会する場所であり、搬入に都合の良い場所であるためである。しかし、トークンは2003年を最後に使用されなくなり、マネートレインの運行も終了、2006年12月にこのホームは閉鎖された。マネートレインは他の旅客列車よりも、 低速で走行するが、ニューヨーク市地下鉄は24時間運行のため、旅客列車の運行されない時間に運転するということができず、路線の高速化や列車の増発が容易に行えないために、メトロポリタントランスポーテーションオーソリティは、マネートレインを問題視していた。マネートレインは、駅近くにあるニューヨーク交通博物館に展示されているほか 2015年10月からは 370J ストリート地下のホームの様々な使用記録などが展示された。現在ニューヨーク市地下鉄を構成している路線を保有していた元々の会社 IND、BMT IN、BM IRT の3社はそれぞれ独立したマネートレイン用ホームを持っていた。IND のマネートレイン用ホームは当駅の IND カルバー線北港ホームにあり、マネートレインから トークンの搬入に使われたドアが残っており、ホームから見ることができる。BMT のマネートレイン用ホームは、駅西側のシーサスクロッシングから、ホーム側に少し進んだところにあり、これは3社のマネートレイン用ホームの中で最も深い位置にあるホームである。IRT のホームは当駅付近を通過する、IRT イースタンパークウェイ線のトンネル内にある。ステーションリポーター、ザサブウェイナット、 Google マップストリートビューありがとうございます。